はい、皆さんこんにちは、MG でございます。私の動画にですね、度重なる M16 は強い説をですね、皆様書き込んでいただきまして、本当にありがとうございました。その影響もあってですね、多分前回の TABS ではですね、その M16 最強説というのをですね、検証した結果、ものすごい強かったと。もうね、やばい。本当にね、遠くに置いた時の無双感が半端じゃないということで、ストーリーで使ったらどうですかっていうコメントもいただきましたので、今日はですねその M16 最強説を検証するのと同時にですねストーリーでも使っていきたいと思います。でサンドボックスで後々リクエストにお答えするのはですねその M16 を使ったものになりますので、よろしくお願いいたします。多分ダークペザントとかいろいろ出てくるかな。じゃあストーリーやっていこう。もうねこれリセットされちゃったからね、つらいわ。1200じゃ出せないよ。1200じゃ M16 出せないよ。マジで。いやもうねこれはもう単純ですよ、単純。はい。はいって感じ。もうこの子のところに行ってもらって、こっちは弓兵でしょ多分。だったらもうねこっちは適当でいいんですよ。もうファーマー、はい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 、もう4体で OK、 4体で OKで、弓兵のところはねファーマーと、もうシールド兵でゴーリオス。あれどこ行った？あ、いた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 。もうねたまになまるのが本当にね気になる。自分で一番気になるということで、でここにアックス出して、あとはですね、ペザントでここに釣りましょうか。ここに釣って爆発してファーマーで抑えて、最終的には裏回って、でこっちも押してアックス行くともう勝てるね。これ勝てるよ。戦略勝ち MG さん、戦略 G さん、はあ危ない、いけ、よーし、いいぞ、さすがだ。の間にこっちが、違う違う違う、君たちちゃう、君たちちゃう、何をしとるか、何をしとるか、何一人に群がる、こっち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 、ちゃうちゃうちゃう、あー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 、馴れ合いが発生しちゃったよ。やば、あーもうなんで君たちこんな頭悪いんだよ。マジかよ、頭悪すぎだろ今のファーマーは。これはないわ。いやー面白い。いやーちょっと笑わせてもらった。いやー面白いなこれね。爆発させるのは比較的良かったんですよ、戦略として。ただですね後ろのちょっとファーマー軍が微妙だったんで、まあこれでいいとして、こっち側ですよね。こっちに釣られないように、上に釣られないようにしたいので、これはですねちょっとシールド兵でいきますか、やっぱり。でやっぱファーマーですよね。で突っ込ませていく中で、今回はマスケットにしようかな。とりあえず1体処理したいんでね。でペザントでちょっとこっち側に、まあ多分アーチャーだったかな。アーチャーとこっちを釣って終わりかな。それで勝てるでしょ。あーもうやばい、笑いすぎちゃった。いけ、よーし、いいぞ、さすがだ。でこっちいいねいいねいいね、完璧完璧、そうそうそう、シールド兵いい役割してる。いいよいいよいいよ、いい、大丈夫大丈夫、多少の犠牲はつきもんだ。ナイス、ファーマー押せ、よっしゃー、これはいい、完璧完璧だよ。あ、これさ、これさちょっと出してみる、ここらへん。下手したらさ、これこいつら届かないところでさ、チキンマン2体ぐらい出したら勝てんじゃない？やってみる？チキン出すっしょ、みんないるでしょ、でチキン最強でしょみたいな。え、これワンチャンあるんじゃない？これワンチャンあるでしょ。チキンマンいけいけ。僕の動画でですねストーリーでチキンマン出すと、あーなんで負けるの？それもさ、もうちょっとこうなんか競った感じで負けんならわかるけど、普通に負けるってどういうこと？やばいな、普通に負けたわ。ではですね、じゃあチャリオットを出してちょっと荒らしてもらいましょう。で荒らしている間にですね、この数と同じ数のマスケット兵というのも理論上出せないので、どうしようかね。どうにかしていきたいんですよね。じゃあバイキングにするか、スピード勝負でいきましょうここは。じゃあバイキングをこっちから大量に突っ込ませて、でこっちからも大量に突っ込まして、もうね偏らせる作戦でいきましょう。でここに2体ペザント出して真ん中に釣る、よしいけいけー、暴走列車よ、荒らしてこーい。いけ、あれー、ギリギリでカーブした。おお、いいよいいよ、でもいいでもいいでもいい。全然オッケー、君はいい仕事をした。で、バイキングが突っ込むよね、バイキング突っ込むよね。1体いく？あー、全然オッケー、全然オッケー。そうそうそう、こっちこっちこっち、問題はこっち。おっと、バイキング意外とやられてる？意外と、あー、いいよいいよ、でも攻めて攻めて攻めて。オッケー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 、ナイスナイスナイス。で、こっからスピード勝負だよ、バイキング。行くぞ行くぞ。俺らの時代だ、バイキング。あ、待って待って、君は何をしてるんだい？君はどこに向かって？あ、そっち、そうそうそう、あもういや、これはね、確か前勝った時はね、チャリオット2体ぐらい出したイメージがあるんですよね。で、あとは何したっけね。ファーマー突っ込ませたっけ。で、ファーマー突っ込ませたような気がするな。ファーマー突っ込ませますか。ガン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 ファーマー突っ込ませて、でチャリオットに荒らしてもらってっていう戦況に行きますかね。でペザント出して釣りましょう。ここによし、オッケー、いけよいぞ、いけチャリオット。暴走機関車トーマスくんはね、いけ、ナイス、いいよ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 、そう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 、あーあーってなるよ。あーあー、でもちょっと生き残ってる。もう一回撃つまでに距離を縮め、あー大丈夫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 。待って、これダメじゃない？これダメじゃない？うお、えぐい、これはえぐい。ちょっと次回までに対策を考えましょう。はい、じゃあリクエストですね、やっていきましょう。でですね、もう M16 最強説というのが今ありまして、まあどれだけ強いかっていうと、もうね、これでね、ダークペザント倒せちゃうんですよ。なので今日はですね、M16 をどうやったら倒せるかっていうのをですね、考えていきたいと思います。まずはこいつ、スーパーペザント。どんなキャラかっていうのを簡単に説明しましょう。じゃあ、スーパーペザント対、じゃあ、チキンバンマンね。シューンっていって、これもうわけわかんないんですよ。もうなんかわけわかんない世界にこう、なんか、ショー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 、ショーショーショーってやるんですよ。これ、ショーショーショー。強いの逆に聞きたい。強いの君？コスト1万だけど。逆に強いのかい？まあいいや、M16 出していこう。ちょっとコスト的に1万3000だとかわいそうなんで、一応2体出しましょう。ほん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 、なるほど。フォーンってなるけど、え、待って、これダメじゃん、近づけないじゃん、近づけない近づけない。え、これ M16 の勝ちじゃん。え、やばいやばいやばい。待った、この人死なない死なない、やばい、神がかってる、なんかすげえ。ちょっと顔見してよ。すげえ、でもどんどん飛んでく、ダメだ。あー、やばい、 M16 やばいぞ。じゃあですね、 M162 体と、じゃあヒラリーヒラリー、トランプトランプ。コスト的には M16 のが下です。このですね、大統領選挙を争った2人の方がコスト的には上です。で、さらにですね、ヘルスもだいぶ高いので、下手したら M16 負けると思います。これちょっとね、難しい戦いになるんじゃないかなと思いますが、やっていきましょう。お、撃っていく。おっ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 、また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 。今ね、発見があった。ヒラリー強え。ヒラリー強え。ヒラリー強えよ、これ。これワンチャンあるよ。これ手裏剣刺さったらヒラリー勝ちだよ。だってもう1体やられてるし、 M16 すごい M 力だな。一緒に CSGO でもやらないか？やばいやばい、これ近づいたらヒラリーの勝ちだな。なんでこれビクトリーって出ないんだろう、いつもみたいに。またバグってんのかな。あーあーあー、やばい、 M16 強すぎ。じゃあ最後にですね、やっていきましょう。ダークペザント戦、1対1ではやったんですが、2対2は初めてですね。じゃあ今日これラストでいきましょう。プレイ。やばー、え、ブルー圧勝じゃん。やばい。じゃあもう最後に1回だけやろう。なんか寂しいから100体出そうか100体出そう。ダークペザント VS100 体だから、バボー。え、待って、木の上に置けんじゃん。マジでマジで。さあ、102体出ました。ダークペザント VS ザコ102体。いけ、勝てるか。おおすげえ、やべえ、やば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 、うおーすげえ、圧勝だ。これはやばすぎる。はい、ということで皆様、今日は最後までありがとうございました。今日メインはですね、ほんと最後のアレンだったかと思います。やばいね。M16 最強説よりダークペザントのあれがやばかったということで、ぜひですね、これからもダークペザント VS100 体みたいなですね、そんな大規模な企画をやっていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。では、今日の動画が良ければ、グッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。では、以上、Mでした。また明日お会いしましょう。バイバイ。